長崎空港回ってきた。ですね、長崎空港の方に行ってます。まあ、橋ですね、何橋かは知りませんが、はい、長崎空港ですね。長崎空港ですね。こっちがですね、大村湾が眺める、空港の、北側ですかね。はい。職員とかが車を止めてる場所だと思います。はい。まあそこそこの広さはありますね。で、自衛隊の消火器も、見えきれます。いろいろありますね、大村空港は。ちょ、中にね、入れたら入りたかったですけどね、ちょっと中にはお金を出さないと駐車ができないんじゃないんでしょうか。うん、犬の散歩電気と、なんてそこ渡ってきよっていっぱい多いやん、そこらへん住んどっと。こっちが正面側の、橋側の方面ですね。区間制度がある、で、あの駐車場の出入り口もあります、ここらへん。ようこそ、長崎空港へ。観光バス、タクシー、路線バスとかありますね。はい。ここは橋ですね。何橋ですかね、これは空港橋ですかね。ここは橋になってます。町方面に渡る橋側ですね。レンタカーの車やいろいろ来てますね。はい。突風が吹いたりするんでしょうね、ここも結構。が望めますね。あと自衛隊とか郵便局とか、いろいろ航空自衛隊が、こっち側に昔からありますね。で、オリックスレンタカー、他いろいろ、市民の、なんかいろいろプールとかもありますね。有名な、海岸も、あります。で、一応こういうもんですね、こういうところですね。はい、大村へようこそ。で、ここは向かいにですね、飛行機が、着陸なんやんやかんやしてますね。こういう、まあ非常に、まあ飛行機を好きな人には非常に見応えがあるエリアじゃないんでしょうか。あ、飛んでいきそうですね、あれ。上の方から飛行機が眺めることが可能じゃないんでしょうか。またパトカーがいますね、あれ。タクシーか。いや、パトカーですね、あれ。